カール・オイゼビウスは、リヒテンシュタイン公、シレジア州総督。リヒテンシュタイン公、カール・一世とその妻アンナ・マリア・フォン・ボスコビッツの、間の息子として生まれた。1627年の未成年で、公爵家の当主となり、おじ、マクシミリアンの貢献を受けた。1632年に申請を宣言し、当時のリヒテンシュタイン家寮の中心であった、シレジアの二つの公爵寮、 トロッパー公領及びイエーゲンドルフ公領の統治を開始した。1639年にシレジアの州総督に任命されたが、主君の神聖ローマ皇帝フェルディナント3世がシレジアの盗賊の影響力を排除して独裁的な統治を行うよう命じると、これに反発して総督職を辞任した。30年戦争によって被害を被った。 リヒテンシュタイン家の勢力回復と再組織化を目指し、同家の財政面での復興に努めた。父から相続した4つの領地はいずれも荒廃して、財政難に悩み、さらに、ボヘミアの宮廷財務局は、父カール一世によるそれらの領地の購入手段は違法であったと通告してきた。その違法な購入について、支払いを求められた賠償債務は、 1> 約170万グルデンに達した。常に手元不妙だったにもかかわらず、カール・オイゼビウスは美術品収集などの文化的な趣味に相当な資産を継ぎ込んだ。彼は次のような格言を残している。金は永久不滅かつ人々の記憶に刻まれる美しい記念碑を築くためだけにある彼は、リヒテンシュタイン家の美術コレクションの基礎を作った。また優れた馬のブリーダーであり。 造園や建築にも情熱を注いだ。1675年には独自の建築理論を表明する論文を執筆したが、これは17世紀の貴族による建築事業を理解する上で重要な著作とみなされている。1684年に所領の一つ、シュヴァリッツ・コシテレッツで死去し、ブラナウにある一族の納骨堂に葬られた。1644年8月4日、 姉、アンナ・マリアとその夫の、マクシミリアン・フォン・ディ・トリヒ・シュタイン公爵の間の娘、ヨハンナ・ベアトリクスと結婚し、マニックムの子示を設けた。ビクター・フライシャー、FRST ・カール・ユーシビウス、フォン・リヒテンスタイン・オースト・バウハー・ウーンとカザ・モラー、ウィン1910、S15、イン、ジェラルド・シュプファー、クラーフェスト。 ゲシヒテデハウゼス・リヒテンスタイン、イン、シュリフトンレイダーアービーツ・ジェメインシャフト・フィワ、ワイル・ツェチャル・ファッツ、ウント・ソジール・ジェシクト、ゾアンダー・ボントに、グラーツ1996、S51、アブジア・ドラクト・イン、ビクター・フライシャー、FRST ・カール・ユーシビウス、フォン・リヒテンスタイン・オースト・バウハー・ウント・カザ・モラー、ウィン1910。ありがとうございます。